こんにちは。今回はですね、視聴者さんからいただいたプレゼントの中で、そのまんまサブレっていうのをね、チーバくんそのまんまサブレっていうのを紹介したいと思います。これはね、千葉県の形してるじゃないですか。それがワンちゃんみたいな格好になってるんですよね。知らなかったですね。千葉の形ってこうワンちゃんみたいな格好なんですよね。で、ワンちゃんだと思いますけども、チーバくんっていう名前がついてるマスコットキャラクターなのかなと思います。そしてですね、空港があって、サハラっていうところがあって、銚子っていうところがあって、九十九里浜があって、それから勝浦ありますよね。鴨川があって、函館山ですか、これちょっとすいません知りません、木更津がありますよね。で、ディズニーランドもあるの千葉じゃなかったですかね、で、サッカーもあるのかなということで、私の全然目の行き届かない千葉県っていうのがちょっと知れるかなってことでございます。そして中に入ってるね、サブレなんですけども、こういった形になってますね。早速いただいてみようかと思います。チーバくんそのまんまサブレ、どこから食べるって感じですね。はい、千葉の形ですが、これがね、すいません、ありがとうございます。いただきます。いや、嬉しいですね。あの、各地の名産、今までもいただいたことはつつうらうらあるんですけども、これは初めてでございました。サブレいただきます。ありがとうございます。もう言葉になりません。タケノコもしっかりとアク抜きしております。で、ヤマト君にね、機関車のおもちゃいただいて、いや、すっかりね、ひったくるようにして喜んでましたよ。で、早速こうやってね、わーわーわーって遊んでましたね。飛行機もね、バーって走る飛行機、あれを飛行機を持ってきて、やってやってっていう風にね、まだ言葉が喋れないんで、もう非言語でやってくるんですけどね。いやー、本当にありがとうございました。最高だ、ありがとう。 YouTube でマブダチと出会う、ありがとうございます。いただきます。